天城型巡洋戦艦。天城型巡洋戦艦とは、日本海軍が計画した88艦隊の巡洋戦艦である。本艦型は、加賀型戦艦の発展型で、巡洋戦艦に類別されているが、実態は、長戸型戦艦を凌駕する高速戦艦であった。天城型4隻は建造途中で、ワシントン海軍軍縮条約のため計画は中止となり、2隻、あたご。 高尾が破棄された。残り2隻、天城赤城は航空母艦への改装が検討されたものの、工述のように天城は関東大震災で損傷して破棄解体された。天城の大艦として廃艦予定の加賀型戦艦加賀が空母になった。日本海軍はイギリス海軍からクイーンエリザベス級戦艦、ウォースパイトの設計図を提供され、 同艦型を参考に16インチ砲を搭載した新型戦艦を設計した。これが長戸型戦艦である。一番艦の長戸は1916年、大正5年5月12日に、呉海軍交渉にて建造が発令された。ところが直後に、ユトランド沖海戦が、正規、すでに建造日程と予算が組まれていた。長戸型は、 大海戦の戦艦を完全に取り入れることができなかった。そこで次の対象6年度計画間において、ジュットランドオ海戦の戦艦を徹底的に取り入れた、加賀型戦艦、3号艦、加賀、4号艦、土砂が建造されることになった。加賀型の基本計画は1918年、対象7年3月にまとまり、続いて、巡洋戦艦の設計が始まる。 1919年、大正8年3月13日、隠し計画案を審議検討した結果、実質的な高速戦艦として、天城型巡洋戦艦の建造が決定した。84艦隊案と86艦隊案において1917年、大正6年に5号艦、天城と6号艦、赤城が1918年、大正7年に7号艦、高尾と8号艦、 アタゴの計4隻の建造が帝国議会で認められ、残りの88艦隊計画艦は、マギ型巡洋戦艦の設計を流用した、キー型戦艦、13号型巡洋戦艦と呼ばれる新規設計艦の予定であった。1922年、大正11年に締結されたワシントン、海軍軍縮条約により、本型は全艦が建造中止となる。 だが改装によって航空母艦に転用することは認められていたため、本型の一番艦天城、二番艦赤城を航空母艦に改造することになった。その影響で空母、昇格、初代の建造が中止になっている。建造中止時、天城型の砲塔は4機が完成していたという。不要となった赤城の主砲塔2機は日本陸軍に譲渡され、一番砲塔は 陸軍クレーン船、青州丸により、域用サイクロ先法へ運搬され、現地で、要塞法として活用された。赤城の4番砲塔や予備砲身は、広島陸軍兵器補給所に保管され、終戦を迎えた。残る、あたご、高尾の資材は、中止となった、ー型戦艦キ、終尾り、加賀型戦艦、加賀、土佐の分も含めて、空母改造に流用されている。 しかし、天木は1923年、大正12年9月に発生した関東地震、関東大震災で被災して、損傷、修復困難と判断され、そのまま解体された。代替として、横須賀で処分を待っていた、加賀型戦艦の加賀を、航空母艦に改造した。航空母艦としては赤木の実が完成することとなり、数度の改装を繰り返した後、 太平洋戦争の初戦で活躍した。なお本型は日本海軍が艦艇類別等級において当初から巡洋戦艦として建造した唯一の国産艦である実質的な巡洋戦艦の元祖はつくばと伊古まである。日本海軍はかねてより支援していた戦艦8隻、巡洋戦艦8隻の88艦隊を計画した。 八隻の建造を予定であった巡洋戦艦として最初に計画されたのが本型である。ユトランド沖海戦の戦訓をもとに歴ントン級巡洋戦艦に対抗して速力重視だったマギ型巡洋戦艦も防御力を強化した艦型となった。41センチメートル手法十門という加賀型戦艦と同等の攻撃力と30キロトンの高速力を両立させる。 関係上、船体全長は250メートルを超えるものとなった。天城型の防御設計は、加賀型戦艦と共通であるが、高速発揮のためには、船体長大化、機関部強化、燃料増をはじめに伴う、重量増加と排水量増加をできるだけ抑える、必要があった。そのため、天城型は走行を薄くして、重量を稼いでいる。それでも、 カガ型と同じく原則防御に傾斜鋼板やバールジを採用、乾板装甲を最大 95mm とするなど、長戸型戦艦よりも優れた防御力を持つ。さらに天城型の複砲は上乾板にまとめられて、戦隊原則以下はすべて水密区画となっており、カガ型より進歩した設計となっている。本型はフィッシャー型のバトルクルーザーから進化して、 同等クラスの手砲弾に耐える装甲を持つ、排水量4万千トンの高速戦艦となった。武装は41センチメートル砲を監視部分に連装砲塔2機、中央及び後部に連装砲塔3機を配した。砲塔配置は、加賀型より進歩し、3番砲塔を一層上の甲板に設置することで異界を広くとっている。砲塔は、加賀型と基本的に、 同一構造だが、重量軽減のため側面と天外の装甲を若干削っている。なお上甲板に魚雷発射管が搭載される予定であり、水雷戦闘にも対応できた。前述のように、複方は上甲板の構造物にまとめられている。また、建造中の計画変更として4番砲塔上部には、艦載機を発艦させるための滑走台、甲板上には、 軽流気球を運用する設備を備えたほか、当初は2本の直立煙突として計画された煙突を上部で一体化けせた集合煙突とした。最大速力30キロトンを実現するため、予定期間出力は4軸合計13万1200馬力に達するものとなった。ボイラーは長戸型や加賀型と同じく重油戦勝管と、 石体混焼艦の併用であったが、主機械は、推進軸一軸あたりの出力が大きくなったため、タービンや歯車減速装置の構成が変更された。なお本型の機関は、日本海軍の大型艦で初めて10万馬力を超えたものであり、ワシントン海軍軍縮条約後に建造された、病光型重巡洋艦以降の機関開発にも影響を与えた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。